お礼もありますし、感謝もあり、いろんな思い出もできました。ということで、謝恩会っていうか、その打ち上げだけ参加しようかなと思ったんですけど、1曲ぐらい絶対弾きなさい。何人からも言われる。やっとその気になって参りましたんですけど、ちょっと失敗しました。ということで、アイザーです。よろしくお願いします。
Thank you.
頑張りましたので、まあ、それもその成果として聴いていただければと思います。
ではよろしくお願いいたします。Thank you.
見上げてごらん夜の星をとチャンサン数を演奏させてもらいます。見上げてごらん夜の星をは、ね、私と田畑さんがですね、初めて別々の時期だったんですけど、初めて一人抜きをしたということで、僕もそうです、はい、そうですよね、海外ですね、見上げてごらん夜の星をっていう曲をですね、まず最初に一人抜きをさせてもらってるんじゃないかなと思います。すごくこう思い入れのある曲なんですよね。それで聴きたいなと思った時に、田畑さんもその曲だったので、一緒にじゃあ弾きましょうということになって、大久保さんもそうだったので、大久保さんも一緒に弾いてもらうことになりました。それに加えて、いつもですねキーボードを弾いてくれる田畑ちゃんの曲が弾いてくれるので、いつもこうみんなの伴奏をしてくださる森崎さんにお願いして、この曲を選びました。もう一つのチャンサンスはですね、私が日本を始めた頃に、来日コンサートでこの曲を初めて聴いて、すごくこう、聴いた時に涙が出るくらい素敵な曲だなと思って、いつかこの曲が弾けるようになりたいなと思いながら、ずっと日本を練習してきました。それで、こういう機会をもらったので、いい機会なので。
聞いた時にですね、すごく感動して、もう本当にイスラムの曲が弾けるくらいになるまで頑張りたいなと思った曲です。で今日は先ほど紹介しませんでしたけど、溝口さん、その頃、向こうをされてたんですね、今は中国をされてて、皆さんの方でいろいろ感動してきたので、今日は私も。
これ止めるとこいいかな。たくさんの曲を聴いてまいりました。そうと申します。このために作った一応その曲、グループになります。挑戦が多い曲になりますので、であと群青っていうのは夜遊びの方の群青になるんですけど、チャレンジをしたいという若者向けの曲だったりしますので、皆さんも私たちもチャレンジするので、皆さんもなんかチャレンジしたいことを思いながらですね、聴いていただければと思います。2曲目が情熱大陸です。皆さんも知っている曲なので、知っている曲で第1部を締めくくらせていただければと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。
うん。